写真拡大。全3枚。練習試合、広島 3-2 ヤクルト、24日、マツダヤクルトは24日、広島との練習試合、マツダに3-2で逆転勝利。高津慎吾新監督、51が故郷で凱旋、が2戦勝利を手にした。そのうち、お客さんがたくさん入ったこのマツダスタジアムで、スワローズのユニフォームを着て指揮を取ることがあると思うので、その日を楽しみにしています。広島市南区出身。無観客試合だったが、幼少期は恋党だったという指揮官が、就任後初の地元で燃えた。1点ビハインドの8回2死満塁で、雄平が決勝の左前2点打を放った。ベテラン外野手にとっては2月29日の巨人戦以来、44打席ぶりの安打だ。35歳を粘り強く起用した指揮官は、我慢比べだと思ったので、俺の勝ちと冗談交じりに称えた。